こんにちは。賃貸のお先イメージキャラクターの赤須くんです。本日はですね、奈良市北切町にございます、ピアという物件の103号室に来ております。それでは赤須くんと一緒にご紹介させていただきます。はい、まずはね、こちらが玄関となっております。さあ、玄関入りますとね、このように大きな、はい、下駄箱ですね、ついております。さあ、玄関入ってすぐ右手側にはですね、お部屋ございます。さあ、お部屋入ってすぐにね、また扉がございまして、このようなね、収納がございまして、お部屋はね、このような感じですね。はい、こちらですね。はい、プライベートルームなどにね、使っていただくようなお部屋となっております。はい、またこちらのお部屋のお隣にもですね、もう一部屋ございます。さあ、こちらも洋室となっておりますね。はい、エアコンが1台ついております。収納がね、こちらクローゼットの収納が大きなものですね、ついております。はい、ハンガーポールも通っておりますので、お洋服もしっかりとかけていただけます。はい、それではまたね、通路の方戻っていきまして、さあ、玄関入ってね、正面になります。はい、まずはね、こちら入って左手側に、独立洗面台ね、ございます。ただ、右手側にはですね、室内の洗濯機置きは、はい、またこちらですね、奥の方に、お風呂場ですね。はい、ゆったりですね、肩まで使っていただきます、お風呂場となっております。はい、さあ、またですね、こちら、お手洗いもね、ございます。はい、ウォシュレット付きのお手洗いとなっておりますね。はい、またね、リビングの方が、玄関入って左手側にございます。はい、このようにね、なっております。広さも十分にございますね。はい、まずはね、キッチンの方が上下にしっかりとね、収納がね、ございます。キッチンとなっておりまして、マカス君のおすすめポイントですね。モニター付きインターホンこちらにございます。こちらマカス君のおすすめとなりますね。はい、さあまたこちらのね、リビングの方にも収納がね、クローゼットタイプついております。はい、こちらもね、ハンガーポールがついております。さあまたバルコニーの方ですね、こちらから出られるようになっておりますね。はい、こちらも十分に広さがございます。バルコニーとなっております。はい、それではこちらの物件のご紹介は以上で終了させていただきます。最後にマカス君からお知らせがございます。賃貸のまさきではネット予約サービス、お迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなしの心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。